準備してね。いきます、3、2、1。FM ギノワンのラジオ、きの皆さんこんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラにあるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん。寂しくて、不安で、その気持ちを紛らわせるために、このラジオを聞いているメンヘラさん。私たち二人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と、夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい。メンヘラ103@gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。うん、しっかり噛んだね。ああ、うん、まあ、噛むときはしっかり常に 100% で。絶対ここもうここ注目ポイントだよね。毎回のメンヘラのためのラジオ番組でござますって言ったり、ござりますって言ったっけど、ござるますって。ちょっとございます。ござるますって言った。ちょっと今日、理行が邪魔した。ラ行って言うよね、普通ね。ちょっとなんで理行って。何だったっけ、義務教育で習わなかった。で、得意か。僕たちツイッターの方もやってまして、ハッシュタグメンヘラジオ。うん、もしくは、まあ、普通にメンヘラジオで検索していただければ、ツイッターの方で検索ヒットかかると思うんで、うん、はい、ぜひフォローしていただいて、はい、番組へのご意見、ご感想で、トークテーマに対するなんかお便りなんかも、うん、メールアドレスの方とともに、はい、ツイッターの方にも、載せておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。メガネが曇るね。そうだね、今日左目だけなんか曇ってね。左目だけなんか曇るね。スカウターみたいになっちゃってる。どうした、左目だけ、まあ、今日はマスクの調子が悪いのかな。ああ、義務教育で習わなかったってやつだね。そうだね。マスクの、何でも義務教育のせいにするなと。まあ今日はね、第7回、うん、ということで第7回、はい、ラッキーセブンですよ。うん、今日パチンコ行ったら勝てるかもしれないな。多分負けて帰ってくるんですよね。もうね、そういうのはやめましょうね、健太さんね。はい、では、今日が11月の1日ということで、はい、収録日、はい、うん、はい、放送日がいつになるのかな。11月、14日かな、これの放送日が、うん、うん、かな。はい、まあ今日もしっかりやっていきましょう。はい、はい、短い、お時間ですがよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、こちらのコーナーは、うん、タイトルそのまま、はい、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージも感想もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お持ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。で、本日のメッセージは、メッセージ、あ、メッセージじゃない、本日のテーマは何々って言いたいところなんですけれども、ね、うん、今回ね、ツイッター等で募集はかけておりません、実は。かけておりません。はい。で、たまにはね、うん、2人でちょっと自由にお話ししていこうかなっていうところなんですけれども、うんうん、僕らのね、自己紹介みたいなことは初回でね、ちょっと軽くやったんですけど、うん、僕がね、ギャンブル依存症であることですとか、うん、夏実さんがね、乖離性障害、
という病気を抱えていることとか、はい、でこの2人がねいかにしてね、うん、出会い、うん、結婚にまで至ったのかっていうところもちょっとなんかちょっとずつね触れていけたらなと思ってまして、うん、今日は、のろけ会みたいな感じになるかもしれない。そう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 、あの深夜の電波をのろけが乗っ取ったそうそうそう、だからなんかね出会い編っていう感じでね、うん、ちょっとずつね小出しにしていこうかなと。まあ興味ある人いるか分からんけどな、うん、ないと思う。まあ、でも自己紹介っていう自己紹介の形も含んでますので、うんうん、病気を持った2人がどうやって出会って、うん、ね、先ほども言ったけどどうやって結婚、なぜ結婚するに至ったのか、うんうん、その流れをちょっとお話しさせてもらおうかなと思ってます。いいね、サクッとパラッとサラサラッと、はい、じゃあ出会いはね、うん、まず、まあ、簡単に言うと某精神病院の某精神病院、閉鎖病棟、閉鎖病棟で、僕たちは出会いました、うん、それがだいたい3年、もうすぐ4年かな。そうね、もうすぐ4年になるね、うん、3年前ぐらい、まあ3年4年前ぐらいね、うん、に出会うことになるんですけれども、うん、私の方が初めに入院しちゃったんよね。そうですね、うん、で僕が後から入院してきた形で、うん、になるんですけれども、そうそう、私はねその時ね、あのね、うん、トラックにね、うん、一人でね、なんてトラックに弾丸突っ込みみたいな感じでね、うん、ちょっとトラックに突っ込もうとしてそこを保護されて、うん、言ったら病院行こうかみたいな、引かれようかみたいな、自殺未遂みたいなことよね、うん、なっちゃうのね、うん、でまあなっちゃんはねって言ったけど、僕が入院したのもね、うん、ちょっと自殺未遂をしちゃって、うん、病院に入院っていう形になるんですけども、僕の場合がね、うん、焼身自殺未遂、はい、当時運転していた車をごと、うん、ちょっと自分を燃やそうと思って、うん、トミグスク市のとある場所で、うん、その日ね、俺クリスマスだったんよ、うん、クリスマスイブかな、12月24日でね、うん、もう今でも忘れないよ、車の中でね、うん、もうその時もやっぱパチンコしちゃって、うん、お家をちょっと家でみたいなことしてて、うん、車の中でね、うん、もうお金も尽きて、うん、ただもうこのなんていうかな、逃亡する前からかな、うん、逃亡するぞって決めてからもうこのお金がなくなったら死のうみたいなさ、今は手元にあるお金がなくなったら、うんうん、っていう思いでいたんで、うん、お金あるうちにね、なんかオイルライター用のオイルをなんか買い込んで、うん、車の中に忍ばせてたのよね、うん、でそれを12月24日に車の中で柳拓さんのクリスマスイブのラジオを聴きながら、うん、ドバドバとこぼしてさ、怖いねで、まあ、深夜になるまで決心はつかなかったよね、やっぱ怖いもんね、うん、今までに何度もなんか踏み出そうとして自殺に対する、まあ、後ろ向きな踏み出しではあるんだけど、うん、そこでまあ深夜回った頃かな、12月25日になって助手席にこぼした、うん、ライターオイルか、うん、オイルにちょっと火をつけてしばらく耐えてたんだけどね、あーもう焼身自殺は良くないですよ、本当に苦しい、うん、どんな死に方もそうだけどさ、うん、どんな死に方もそうかもしれんけど少なくとも燃えるのはもうアウトですよ、苦しいね、熱いし苦しいし、そっか、うん、まあ方々の手でちょっとなんていうのかな、まあ、方々の手、うん、合ってるかな使い方、分からない、方々の手かな、なんかもう這いずるように、うん、運転席から出てね、うん、たまたま通りかかった女性の方がね、うん、気づいてくれて、うん、僕を燃えてる車からね
キッズで降ろして、うん、もう運転席降りたすぐのところでもう苦しくて倒れてたんだけど、うん、引きずって話してくれてね、うん、まあそういうことがあって、最初はねちょっと救急病院の方に搬送されて、うん、一酸化炭素中毒、うん、で、まあ、処置を受けて、うん、でそのままその日のうちに、自殺未遂をしたっていうこともあって、うん、すぐ精神病院の方に搬送されて、うんうんうん、でそのまま入院、うん、で眼鏡はもう燃えちゃってたんで、うん、眼鏡取ってたからね、うん、もう眠ってしまおうと思って眼鏡取って眠ってて、うん、あっちって出たからさ、うんうん、でもう眼鏡なくて周りが見えないのよ、はい、ほんで周りを見渡したら、うん、ねまあぼんやりとしか見えないんだけど、うん、なんか女性か男性かの区別はつくから、そこに夏美さんがいてね、夏美さんがなんで夏美さんに目がいったかっていうと、今は僕ねあのヘッドホンつけてるんですけど、うん、夏美さんのイヤーマフラーそうそうをしてて、うん、あの子なんでイヤーマフラーしてるんだろうって、あのそう室内で、うん、でところから見てかな、うんうんうん、でね、話しかけられたくなかったって言ってたね、うん、でまあ気にはなってたというか、なんでここにいるんだろうっていう、うん、なんでイヤーマフラーしてるんだろうっていうね、うん、でなんとなく腕の方に目がいったら、うん、なんかうわ毛がボーボーじゃんと思って、シャキーン、夏美さんね腕にねいろんな傷があるんですよ、いろんな傷があるそうそうそうこれがね僕は腕毛がボーボーっていう風に見えてね、うん、ああやっぱ精神科にいる人はちょっと自分のね身だしなみにも気を使わなくなるのかななんて初めての精神科の入院だったからね、誰を捕まえて腕がボーボーや、まあ、まあ第一印象というかそんな感じだったんだけど、夏美さんは僕の存在に気づいたのはいつ頃ですか？わからない、本当、うんうん、なんか大ホール、ホール大きいホールだったんだけど、テレビとか言って、うん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 、そのホールの方で、うん、あのなんかそのホールで見たかな、見たかもしれないしちょっと見なかったかもしれない、ごめん今の話は忘れてみんなあやふやなんだけど、うん、まああの作業療法って OT の時間があるんですよ、はいはいはい、編み物したり塗り絵したり、うんうん、習字したり計算したりとか、うんうん、そういう時間があってですね、病院で、ね、患者さんのリズムを崩さないために午前中2時間、午後2時間とか、うん、そういうなんか活動の時間ね、うん、そういうのをする時間があって、そこに、うん、集合するときにホールの方に集まってくださいって、それで看護師さんがみんなを連れていくんですけど、そこでね、向こうから歩いてきて、健太さんが歩いてきて、それ周り誰もいなかった、私一番乗りで、うん、それで健太さんが向こうから歩いてきて、近くに来た時に あそのズボンかわいいって言って、うん、ちょっと声かけてしまったんです。そうそう、僕はねやっぱ精神病院に入院している女の子はやっぱなんとなく勝手なイメージですけど、うん、なんか男性に対するトラウマとか持ってるんじゃないかなっていうさ、うん、まあ、パッて手っ取り早く浮かんだのが性的虐待とかさ、うん、性的被害者がいるんじゃないかっていう印象があったもんだから、うん、そういうなんていうのかな、思いがあったから比較的近づかないでおこうと、怖いかもしれないからってことでしょ。そうそうそう、近づかないでおこうとしてたんだけど、うん、なっちゃんの方からね話しかけてくれたから、うん、ああ話しかけていいんだって、うん、話していいんだと思って、そこからちょっと仲良くなり始めたかな。そう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 、同い年っていうこともあってね、最初なんか僕のこと年上だと思ってたらしいんですけど、うんうん、そうそう、年上と思ってた、37とか38と思ってたそうです、よくよく話したらね同い年だって、1984年生まれと5年生まれ、うん、うん、同学年ね、学年が一緒だっていうところで、で仲良くなっていってね、うん、うん、盛り上がって、そうそうそう、でお話しするようになって1週間10日ぐらいか、9日だね、9日ぐらいか、うん、でなっちゃんがね急に、そうそうそう、健太さんが
ホールで本読んでたから、うん、みんなが薬の時間で薬もらってる間、もう眠る間際、ね、眠る前のお薬、うん、夜8時頃消灯前の時間ね、そうそうそう、うん、その時間に、あ、一人だ、チャンス、これチャンスと思ってアタックチャンスですよアタックチャンスで乗り込んで、うん、で、あの大事な話があるんですみたいな感じをちょっと言って匂わせて、うん、して何ですかって言われたから、あ、好きかもって言ったんですよ確か。そうね、好きかもってバカな脳天気な顔で好きかもって言っちゃったのそうそう、で僕はまあ一旦は断ったんですよね、うん、なぜなら そこ断る、ね、なぜならやっぱりずっとね無職だし、ギャンブル依存症としてね入院したばっかりっていうのもあるし、なんかもう年齢も年齢だからお互い、この先お付き合いしたとしてもなんか責任は取れないっていうね、うん、ところがあったんで一旦はちょっとごめんなさいってしたんですけど、まあなんかすぐねもう思い立ってもうこういうところにいながらにして好きですって言ってもらえて、うん、こうなんていうのかな、思ってくれてる子になんかちゃんと向き合ったら俺もなんかまた行ける希望になるかなっていうところで、そこでギャンブラーだからギャンブラーだから彼、ね、うん、ここは夏目にかけようっていうところで、原平に5000点知ってる人あるんだ、そこ中村夏美じゃないそう中村夏美に5000点そうそう、そんな感じで、はい、まあ出会い編という形で今日はおしゃべりさせてもらいましたけれども、うん、まあ30分だからね本当にかいつまんでしかおしゃべりできないんですので、うん、まあこんな感じでちょくちょく僕らのねどういった、歩みうん、をしてきて、うん、結婚に至ったのかちょっとおしゃべりしていければなと思っております。はい、はい、では今日の楽曲紹介、はい、はい、今日紹介したのは僕です。はい、はい、何ていう曲でしょうか。紹介したいと思ってる曲は、The Oral Cigarettes の、うん、Don't You Think Feat. Rosalina、うん、この曲を紹介したいと思います、うんうん、はい、ぜひ聴いてください。はい、あー、いい曲だねこれもね。あー、この曲はね、うん、あれなのよ、なっちゃんがね覚えてないって言うんだけどさ、うん、入院中に、うん、俺この曲知ったのよ、うん、というのも、うん、俺らが入院していた病院ってさ、うん、一応テレビがねちっちゃいホールと大きいホールにそれぞれあって、うんうんうん、ちっちゃいホールの方でまあどっちもかな、うん、BS がちょっと映ってる、そうそう、ついてて、うん、BS が入ってくるのよね、うんうん、で、たまにさ BS ってさ有料放送のがものが、うん、無料で公開されてる時期とかあるのよ、うん、加入すれば見れますよっていうのと一緒にね、うん、なんか、うん、その時期にMTV チャンネルかスカイスペースシャワー TV かな、うん、を見てて、うん、この曲が流れてて、うん、あーめっちゃいいなと思って好きになったんだよね、うん、え、一緒に見てたの？見てた見てた、この曲めっちゃいいって言ってわかりますよ、あれでしょ、それは私がきっと変態だから覚えてないんですよそうなの？そう、私はなぜなら映画を見るときも、うん、曲を聴くときテレビを見るときも真っ暗になったりする場面変が変わるとき、真っ暗になったりするときに、うん、そういうときに画面に映るケンタさんを見てるから集中せえ映画とかに集中せえ画面に映る黒い画面に映るケンタさんを見てた。知らんかったよそんなこと。本当口開いてなかったよマジで、うん、誰、俺、うん、俺は開かないよ。私すごい口開いてるんですよいつもポカーンって開いて、そうそうそう、なんか食べようとしてるかな常にねガチマイ誰かがあーんってやってくるの待ってるってそんなことあるかあはい、聞いて、すいません、はい、聞いていただいたのは Don't You Think Feat. Rosalina The Oral Cigarettes の曲です
はい、こちら2019年に配信限定でリリースされた曲で、うん、このオーラル初のフューチャリング楽曲として女性シンガーソングライターのロザリーナさんが参加した曲です、うん、でロザリーナさん自身も他のアーティストの楽曲にフューチャリングゲストとして参加するのが初で、うん、この曲ね、アニソン好きにはたまらないコラボだと思っております、うんうん、そうなんだ。そうそう、それぞれね、テレビアニメのオープニング、うん、エンディングとか担当されてるんでね、うん、うん、僕がオーラルを知ったのはテレビアニメ野良神アラゴトかな、うん、第2期かなんかで歌歌ってて、ロザリーナは妖怪アパートの優雅な日常っていう、うん、アニメのエンディングを担当されてて、うん、この2組がコラボするっていうのはもう最高よ、わーみたいな、うん、最高って感じなんだ、うん、夏美さん聞いてみてどうですか。なんかさ、透明感がある楽曲、うん、なんかなんていうの、すごく聞きやすいしさ、声も綺麗だった、うん、そうね、ボーカルのオーラルのボーカルのね、山中さんとさ、うん、ロザリーナさんのなんていうのかな、重なる歌声がさ、うん、まあ儚く揺らぐ感じですごくいいのよね。うん、なんかいいね、夏美もこんなに歌いたいな、上手くなりたい、うん、では、まあ、ロザリーナさんの曲、うん、ロザリーナじゃない、ジ・オーラル・シガレッツでDon't You Sink Feet、ロザリーナでした。でした。はい、エンディングです、はい、エンディングです。あっという間だな。あっという間ですね、うん、出会いの部分ちょっと俺のところで時間使っちゃって、なっちゃんにもっと喋ってほしかったんだけど、大丈夫、いつも喋ってるからまたね、次は何になる、病院であったこととか、病院であったこととか、どんなね、入院入院中に要はお付き合いが始まったわけじゃん、うん、そうそうそう、で俺が入院してだから言ったら1ヶ月も経ってないのよ、お付き合いが始まったのって。だってお付き合い、あ、うん、そっか、で俺も3ヶ月は入院するしますんでみたいなことを最初で言われてたから、うんうん、まあ2ヶ月ぐらいはさ、うん、病棟内で出会って9日目でそのね、そうそう、好きかもって言ってたからさそうそう、病棟内でね、変な交際期間があるわけだけどそうそう、うん、ね、その期間の話とかもおいおいできたらいいかなと思って、どういうね、病院内交際、病院内交際、うん、みんなあれでしょ、精神科の中身、入院したことない人は知らないし、うん、もちろん知らないし、うんうんうん、なかなか想像しにくいでしょ。そうだと思うよ、うん、でしたことがあっても、うん、交際なんかお付き合いするとかさ、なんか恋愛ごとに発展した人ってのはもしかしたら少ないんじゃないかな。少ないかもしれない、うん、なのでまあそういう意味でも珍しい夫婦だと我ながらなんか思ってるんだよね、うん、うん、でよくもまあなんかお互いね、普通に考えてよくダメにならんかったよな。ダメにっていうかさ結構さ共倒れしちゃわないようにみたいな感じで、看護師さんとかにも注意じゃないけど、うん、あんまり一緒にいる姿を他の患者さんにも見せないようにみたいなね、うんうんうん、ちょっと離れてみたいな時は、ね、距離感は取ってねみたいな、そうそうそう、あったあった、そうそう、そういうのもあったりして、うんうんうん、いいじゃねえかよとか思いながら夏美はねいたけど、でも言われると落ち込むみたいな、ね、そう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 、この人の方が全然平気っぽかった。俺はね、まあ今までの人生の中で遠距離恋愛とかもね、うんうん、それなりにしてきたんで、病院内でちょっと離れるぐらいだっためっちゃ近距離恋愛ですね、病院内だったらね、うん、だから特に遠距離恋愛も平気だったから、まあそれは言われるわなぐらいの、うんうん、ところはあったんだけど、うんうん、まあでも楽しいこともあれば、まあ辛いこともね、それなりに ねあったんで、まあ入院生活なんでね、うん、言ってもうん、お互い病気を抱えての入院生活なんで、うん、いろいろ考えることもあったりしてね、自分のこと、うんうん、
これからの子供もね、そうそう、お付き合いが始まったのほほんわはは楽しいじゃなくてね、うん、それは結構夏美がそんな感じだったかも夏美さんはね、夏美は結構頭の中お花畑だったから、言ったら夏美さん入院慣れしてる部分あるからね、ああ今までのなんていうのかな、辛い入院に比べたらよっぽどみたいな、灰色の入院生活が一瞬でバラ色になってわーってなっちゃって、うん、まあ、これは私元気だわと思って、うん、学会で発表していいレベルだなこれとか思ってたりあの入院したら恋愛を推進するべきだと、うん、そうそうそう、患者の回復のために、回復のために論文書けます、いいんじゃないみたいなまあそれはそれであのいい感じでやってまあ今後ねまたお話するかと思うので、はい、では本日のメンヘラジオはこけられたお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。皆さんありがとうございます。こっちあげてたでもパリンまで行けたよ、パリンまで行けた、うん、よかったよかった、じゃあ止めるよ、いいんじゃないですか、よくよく止めます、はい、止まらない。